こんにちは、コスケです。この動画はアキさんに作っていただきました。アキさんに動画を依頼したい方はぜひ概要欄をご確認ください。この動画を見ている方はフリーランスとして活動しようと思っている方や、すでに現在フリーランスで活動している方が多いと思います。フリーランスって仕事を自分から提案するという機会がなかなか多くて、そうなると自分の仕事に自分で金額をつけないといけないんですよね。当然ですが、この金額は自分の収入に直結するので、自分の生活、命をかけた提案になります。そしてその金額を安くつけてしまう人もよく見かけますが、金額が高くてもしっかり提案ができれば高単価で仕事を獲得することができます。こうやってなんか特別なテクニックとか裏技とかじゃなくて、意識を一つするだけです。ここを意識せずになんとなく提案してお仕事を獲得できずに、自分の仕事の価格を下げて下げて受注を目指して、結局受注できた時には時給数百円くらいで仕事をすることになる、そんな人が多い印象です。そんな苦しい生活からぜひ抜け出してほしいです。今回は高単価で提案を通す方法を説明するとともに、具体例として僕の YouTube チャンネルに動画編集の提案するとして、どういう提案をすれば高単価で仕事を獲得できるか紹介します。本当にこの動画を見てくださっているあなたが、この動画で紹介している方法で僕に提案してくれたら、僕も1本2万円とかで発注してもいいかもしれませんってくらい具体的に説明するので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは僕のフリーランス生活を通して、フリーランスのリアルな生活、仕事、収入などを発信しています。フリーランスに興味がある人、地方の暮らしに興味がある人、東北に興味がある人、あとはこの動画を見て少しでもいいと思ってくださった方は高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。では早速、受注金額を伸ばす提案方法ですが、その前に皆さんは提案するとき何を提案していますか？自分の実績やスキルを提案してしまう人多いと思います。それでは高単価の仕事を獲得できません。高単価の仕事を獲得したいなら、相手の利益を提案するということが重要です。これちょっとイメージしづらいかもなので、具体例で話していきます。例えば僕のこの YouTube 動画の編集を発注するとしたら、多分僕の動画くらいだと動画の長さや編集量によっては1000円から7000円くらいで発注できます。これだけ聞くと、僕が発注するとしたら2万円とかで発注するなんてありえないと思うかもしれないんですけど、この動画編集という仕事に対して提案を通して僕に2万円以上の利益を感じさせればいいんです。まだイメージしづらいと思うので、具体的な提案方法を話しちゃいます。まずはよくある提案はこんな感じです。僕はプレミアプロの編集技術を持っています。コウスケさんの動画であれば私の編集技術で十分に対応できます。フルテロップはもちろん適切な効果音も入れますので、ぜひ私に動画編集のお手伝いをさせてください。はい、これは多分1000円から3000円ぐらいで発注してもいいかなぐらいの提案になります。それでは僕がこの提案が来たら2万円で発注も考えるっていう提案を紹介します。コウスケさん、はじめまして。動画編集をしている〇〇と申します。コウスケさんの YouTube チャンネルいつも拝見しております。いつもためになる情報を発信してくださりありがとうございます。またこの度はコウスケさんの YouTube チャンネルの動画編集業務でぜひお手伝いできればと思いご連絡しました。私に発注するメリットは以下3点です。1、動画のクオリティ担保。2、動画編集外注によるコウスケさんのお時間の喪失。3、チャンネル登録者数増加。それぞれ説明します。1、動画のクオリティ担保。私の編集技術でフルテロップ、効果音挿入、音量調整、明るさ調整も行います。コウスケさんが直近で上げている動画は、初期に上げていた頃の動画と比較するとテロップの数が少なかったり効果音が入っていなかったりします。ただコウスケさんのサムネイルやチャンネルのヘッダー画像を見ると、並々ならぬこだわりがあると感じており、本来力を入れたいのに動画編集に力を入れられていないのではないかと考えております。コウスケさんがやりたいけどお仕事などの時間の都合上で手が届かない範囲まで私が受け負わせていただきます。2、動画編集外注によるコウスケさんのお時間の捻出。コウスケさんの動画編集はクオリティを担保しようと思うと、1動画につき5から10時間ぐらい編集にお時間がかかるのではないかと考えています。直近の月収公開動画で80時間ロールで月収20万円とおっしゃっていましたが、時給2500円くらいでコウスケさんは働いている計算です。そこからスキルも身につき、今では時給3000円くらいで働いているのかと予想しています。仮に動画編集に7時間かかるとしたら、コウスケさんはその時間を仕事に回すことで2万1000円のお金を稼げます。私に外注することでコウスケさんの時間を喪失し、業務の時間を確保することで収入減額を防ぎます。3、チャンネル登録者数増加。コウスケさんの動画は登録者数が1000人至っておらず収益化ができておりませんが、私に発注することで3ヶ月以内に収益化を達成します。私は過去に〇〇チャンネルと三角三角チャンネルにおいて立ち上げから3ヶ月で収益化まで
達成させた実績があります。収益化までのノウハウは蓄積されています。コウスケさんの動画も遅くとも3ヶ月以内で収益化させてみせます。また動画編集は1本2万円で想定しております。コウスケさんが動画編集に割く時間を短縮することで稼げる2万1000円を下回る金額で調整しました。また収益化を目指すことで今後継続的な収入が発生することも踏まえると、私への発注は2万円以上の利益をコウスケさんに提供できると考えております。また仮に3ヶ月以内に収益化ができなかった場合は責任を持ってその後10本まで無料で動画を作成いたします。お忙しい中長文のご連絡を送ってしまい申し訳ございませんでした。ご検討のほどよろしくお願いしますって感じです。ここまで提案してもらえたら、僕からしたら動画編集1本2万円って安いなってさえ思わせられます。相手に金額以上の利益を伝えることで高単価で仕事を取ることができます。ちなみにこれ最初に提案してきた人と後から提案してきた人が全く同じ動画編集をしたとしても、僕は後者の人には2万円払うし、前者の人には3000円ぐらいしか払いません。金額ってスキルや実績はもちろん大事なんですけど、結局は受注者と発注者側がお互いに納得した値段になります。別に2万円じゃなくても5万円だろうが100万円だろうが、僕が納得できればその金額で発注しちゃうもんなんです。高単価の仕事を獲得するためには金額以上の利益を伝える、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。